横浜の映画館で数人のひったくり犯をバイトの女子高生が空手で撃退したそうです。触れないの娘が生きている。彩香、触れない彩香。お前は触れない夏希、触れない彩香の妹だよ。妹？お前の父親も俺たちが殺したよ。伝説の黒帯を奪うためにな。姉妹の劇的な再会か。大切なものを守るために強くなる。父の命を奪った男、妹の人生をめちゃくちゃにした男、私は絶対に許さない。横浜発、危険で過激で美しい実刀空手アクション映画の誕生。空手ガール、制服の下に秘剣が眠る。